お疲れ様です。今日はですね、こちらグローバル大会最初の一期やっていきます。というわけで今回はサドンデスモードの、グロ大会が来てるので早速やっていくんですけども、サドンデスタワー1本先に取った方が勝ちですね。なので2倍タイムから始まります。はい、もう先にタワー折っちゃえば勝ちなので、まあ端前ランバルフリーズとかジャイスケラとかもう一気にね畳みかけるのが強いですっていうので、まあいろいろタクがあるんですけど、今回紹介するのはドリルですね。まあ、回転早いので、もうドリルポイズン、ボンバー、ドリルポイズン、ボンバー、みたいな感じで、まあ、進化もそんな出せないかな。結構決着つくの早いんでね。はい。っていうので、まあ、2回に1回回る進化ボンバーが優秀です。というわけで、ラッキーボックスも引いちゃいます。これまだね、俺1回もスーパーレアウルトラ出たことないです。はい。ウルトラ 1%、スーパーレア 11% あります。いきます。もう8回目ぐらい。早く出ろよ。はい。はい、ゴミ箱です。何やこれ。マジで出ない。もうすごいわ。どんだけ出ない。毎回引いてんのにね。さあ、ってことで、まあ、やっていきます。まあ、宝箱は出なかったんですけど、まあ、こっちは頑張っていきましょうか。で、マジで本当にね、チンパンです。もう、ゴリゴリいきます。タワー1本折っちゃえば勝ちなんで。で、これは、トルネがあるんで、テスラでバルーンを誘導して、近畿道して、勝ちです。で、相手はもう本気でね、多分1本折りに来ようとしてるんですけども、よいしょ。これでね、守れてしまえば、もう勝ちなんですよ。で、ドリル飛ばすやん。回転早いからもう端前でね、もう進化してますからね、ボンバー気づいたら。で、トルネでなんかね、いらっつって。はい。ドヤンですけども、これで気づけば、ポイズン圏内ではないんですけど、まあ、ドリルポイズン圏内かなっていう。大体は攻めたいけど、攻めてる間に、さあ、無限にゴブリンが襲ってきます。で、勝ちです。はい。というモードです。なので、まあ、バルーンもね、強い。うん。てか、スケラフリーズとか、なんか、速攻性があるカードはね、デッキ、まあ、先日強いんですけど、ドリルもね、本当に、今、ぶっ壊れなので、飛ばすだけ最強です。さあ、よろしく。向こうの星、ペイちゃん。よいしょ。本当に飛ばすだけ強いんだね。で、もう、ポイズンまで打っちゃって。で、まあ、コツとしては、まあ、ボンバーとかを、できるだけたくさん出すのが大事ね。ケツの方に、もう後ろに。相手もこれドリルかもね。ホグの可能性もあるんですけど。もうガンガンいきます。で、ボンバーを雑に出して、またポイズン。もうこれをするだけです、一生。こうしとけば、はみ出るんでね。で、ちょっとね、いけそうだったら狙っちゃったりします。いけ一発うわー微妙ー下手すぎたか。俺のボンバーのね、センスがなかったんで。許してください。で、もう本当に。コスト溢れると思うんで、もう後ろの方にユニットを出すっていうのが大事ですね。こんなんもね、走らせて、うれっつって。これでたまにタワーまで行ってくれるんでね。で、まあタワーは俺ブラスターでやってるんですけど、まあできればブラスターの方がいいですね。別にブラスターじゃなくても、なんとかなるんですけど、まあブラスターの方がさすがに強いかなーっていう気はしてる。一発いってえなー。さあドリル飛ばしての、金髪トルネドリル。トルネゴルネあります、これ。まあ、行かなくてもいいか。いや、今走れそうだったね。で、まあ、ポイズンで削って、マジコスト使いすぎではあるが、まあ、なんとかなります。本当に。まあ、テスラ置いて、避けて、このヒーマラだけなんか怖いな。まあ、ゴルナエもありますよと。で、ドリル。来た、これトルネボンバーあるんじゃない？まあ、ボムがね、さっきからずっとあるんでね。難しい。豚下がっちゃった。え、この豚美味しくね？いけ！さあ、いやー、このなんか、ボンバーがマジいかれてる。で、端前ドリル。でも本当に、一生端前ドリルボンバーなんすよ。やっとくだけっす。はい。なんか強すぎる。強すぎて、こればっかになりそうなんですけど。まあ、気づいてないプレイヤーもいるんでね。ドリルが最強っていう。まあ、ドリルメタとかがね、後々強くはなるかもしれないんですけども、一旦ドリル最強なんで、もう、ドリル飛ばしまくって。で、テスラも立てまくればいい。テスラ立てまくる、ドリル飛ばしまくる。ほんとそれだけっすね。まあ、なんか文句とかね、ちょっと怖いなってなっちゃうんですけど、あんま考えずに行く方が強いね。で、まあ、ドリル回ったんで、飛ばして。で、テスラが最強。で、これもうね、早いんですよ。2回に1回だからね、もう、ボンバーを、ガンガン、
ガンガンね。え？なんか微妙。いやでバルーンはね、本当テスラで止まります。ブラスターなんでね。やべ、ハイスピード後ろに来んな。オッケー。マジでね、言っちゃえば作業みたいな。後ろから、まあ、手札回しね。本当に、後ろの方にこの辺なんか適当に裂いて、裂いて、裂いて、さあ行きましょう。で、ドリルの位置は、まあ、基本的に手前が最強ではあるっすね。最強ではあるんですけど、まあ、こんな感じで奥にしてもいいです。まあ、どっちかかな。で、どうせ反射あるんで、これで一発稼いでこうや。で、テスラで回収っすね。もうなんか、テスラも、下方来ていいっすね。これを見ると。明らかに強い。よいしょ。さあ、バルーンこれ後ろに下がらん？下がらんか。ねえ、この緊急用にトルネードがあるんですよね。これがまた。はい。で、ポイズン圏内ですね。やってることやばいんですけど、本当に高回転でゴブリンドリルを飛ばす。だから、ドリル対決もよくあるんですよね。それがな、意外ときついかな。難しい。うん。さあ、回して、もうドリルを一旦回して、ボンバーも回して、これ同じですね、多分。いや、結局そうなるんですよね。ああ、IT 嫌だな。ね、バルキリモル、ちょっとこういうのまずいよね。正直。拾うのむずいんだよな、しかも。いやー、マジミラー対決ですね。ミラー対決だけね、苦手なんですよ、私。いや、これ、インフェ、嫌だな。いや、でも、これを勝つのが、はしまいボンバーなんですよね。来た。でけえ。トルネで無理やり。いや、マジでね、この削った方が勝ちなんで。ガンガンやってください。で、ポイズン。いやー、ちょっとやりすぎちゃったかなー、みたいなね。怖え。怖えよー。いやー、まあまあ、ボンバーね。まあ、ほんで、あと、この手前がね、マジでむずい。先出しぐらいしかないっすよね。ぶっちゃけ。さすがに回んないかな。怖え。まあ、ブラスターなんで進化スキルちょっと強かったり。いやー、いいファイスピーっすね。で、警戒されるかな。さっきされたんでね。さすがにされるかもしんないんですけど、削りたい。いやー、マジこの。もうはみ出すぎ！ちょっとマジやばい。ドリルが頂点なんですよね。相手のこのバルキリーいんのがね、俺視点超嫌だね。相手も呪文飛んできてないな。いやーマジ怖っ。これワンチャン届かん？いやー怖え、マジで。暇すぎるんで。やべ、トルネボンバー。え、マジ負けそう。なんだこの試合。いや、化け物みたいな試合になるんですよね。いや、めっちゃボンバー来てる。正直。飛ばしてドリル拾いたい。いや、これ絶対入るでしょ。で、ポイズン圏内。俺の負け筋はハシマイボンだけど、さっきハシマイボンした。オッケー。いや、マジでね。これなんですよ、最終ね。最終いかにドリルちまちま削れるかね。本当にコツは手前に出す。もうバレててもいいんですよ。ドリルの位置奥にとかに飛ばすと無駄になっちゃうんだね。もう手前に飛ばしとけば勝手にはみ出るんですよ。よいしょ。で、まあ相手がスケラの可能性あるんで、ブラスターの場合はね。それだったら終わっちゃうんで、ポイズンはね、大事にいかないといけないですね。でもそれ以外本当に、こう後ろの方にね、ちまちま出して、ちまちま出して、ちまちま出して、コウモリしばいて、いや、ブラスターいれば止まるよな。テスラもあるしね。で、さあまたドリル飛ばして、まあ、一応ポイズン悩むんですけど、もうヤンキーとかもあります。
はい、こんなのでもいいです。あー、えら、えらいな今の。レイジでしっかり縛ってきたっすね。で、これもうテスラとかあれば止まるんで、ドリルで攻めながらね。止まるかな、怪しい、怪しいが、怪しいが全然止まっちゃうんですよね。強っ。で、ポイズンで今削りながら。本当に無限にドリル飛ばしてるだけなんですけどね。これが最強っていう意味やからんことですよ。ドリル粘ります。よし。一発、二発分ぐらい入ってんだね。で、ドリル飛ばして、まあ、ポイケンないかな。下げて時間まで稼いで。おい！いや、おもろいんだよな、でもちょっとだけ。ドリル飛ばすだけなんですけど、なんか強すぎてドリルが。こんなに強いのかっていうぐらい入ります。タカトシ。さあ、もう初手ドリルボンまでやっちゃう。やりすぎではあるけど。強いんでね。まあ大事なのはあとゴルネイかな。これもう先に出しといていいね。正直。手前だったらこれで拾えるんで。で、まあ負け筋は、相手の進化ボンバーね。これ下げちゃおう。もうちょっとでもね、なんかこういうダメージ稼ぐの大事なんでね。で、これで稼ぎます。スッときた。で、これも手前だったらダメージ受けてるけど、奥だったからちょっとね、ダメージが少なくなったって感じなんで。本当にバレててもいいんで、手前に。飛ばすのが強いです。でも走るか。これなりなんか、ぬおぉ、運動量豊富だね。今回ないとゴーストボンバーだもんな。ちょっと嫌っすよね。いやー、まあゴーストね。強いんだよね、ちょっと。テスラ置いとくか。で、一旦ゴルネで受けたいね、これ。さあ、横は、後からでも対応しやすいので、まあもう、ほんと関係ない。テスラ？うん、そんなん知らんがなのはもうドリルポイズン。ゴーストがいる？うん、そんなん知らんない。ゴーストいるんだっていう。めちゃくちゃ微妙なボンバーですけど、まあいいんですよ。まあいいんですよ。さあ、これも拾いやすいですね。でも、またドリルポイズンですね。ほんとに。で、最終はゴルナイトルね、かませたらちょっと強いんですけどね。まあ、余裕があれば、余裕があればというか、まあ、なんか行けそうだったら行くぐらいで、無理に行かなくてもいい。さあ。いやー、ボンバーもいい。いいね。やばい、これ。一応警戒してみる。いやー、コーナーいい。まあもう、ポイズン削りね。正直、こっからは。で、タワー走れそうじゃない？走らない。やる気がねえな。いやー、怖え。まあ、本当にドリルポイズンしてるだけなんですけど。すげえ動画になってんな。一生ドリルポイズンするっていう。いや、これ負け筋マジ始まるもんだ。怖っ。おい。まあ、本当でも強いんで。間違いなく最強です。負けるとしても似たもん、デッキみたいなね。なんかラバとかもテスラだけで止まんのってなるんですけど、まあブラスターなんで止まるんですよね。あとは俺のこのドリルの攻めについてこれないんで、結局。攻めたもん勝ちみたいなとこあるね。自分のペース先に握ったら、相手苦しいだろみたいな。いや、でもこれに関してはメガナイトの可能性があるんで、ちょっとめんどいよね。まあ、ポイ打っちゃうか。おお、ペッカでした。え、これ、美味しくね。うわー、そのタルババ、エロ、やば。今の進化ボンバーを読んでたら天才だけど、さすがにたまたまかな。引かれちゃったっすね。いやー、でもまあ。テスラ、ぶっ壊れなんだよな。明らかにね。こんな感じで止まります。で、まあ、マジアチとかも削って。ボンバーは回ったら一旦後ろから出しとけ。ボンバー出しとけば、で、これも回転でいっちゃいます。はい。関係ないんですよね。ペッカがいるとかなんかがいるって。他の横にしちゃう。
で、樽使ったんで、ここまで行っちゃってもいいかも。正直。雪使ったね。いやー、だからもうゴブリンはみ出てんやん。あ、ボンボ入って終わりです。うぃ。相手が形組もうとしてるところはもう、ツッパツッパツッパ、ゴブリンドリル、ボンバー、ツッパ。えぐない。やってること。戦い方。まあでも強いんでね、もうまともに戦わないんですよ。はい、これ。初手。はい、これ、これ、これ、もう、これでなんか、手差も取るまるんでね。よいしょ。これでちまちま入って、よし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 、みたいな。まあ、ホフ来そう。でも、関係ない。テスラ取るね。施設取るねですからね。からの、これ、ロケコをね、手前にノックバックさせて射抜くみたいなオシャンティーの技もあったり。失敗。でも、うちにはトルネードがあるんで、関係ないです。無理やり行きます。やば。マジやってることグロすぎる。けどそれで勝てんの気持ちよすぎる。ホグとか絶望だろうな、これ。で、スケこれ、ドリルで消せるんで、ちょっと強い。あー、ボムね。やばいよね。こんだけなんかさ、まあ、こんだけって言うほどねえけど。ね。こんな飛ばすだけで勝てんだっていう。本当にドリルの強さの証明。やべ。ローケコにビビっちった。いや、マジビビった、ロケホに。さすがに追いつかれないと思うんだよな。結局ボムでも完封できないもんね。ファイスピ入ったし。よしよし。まあ正面にね、こう置かれると完封されちゃうんですけど、正面で置いたら置いたで、端前ボンバーで射抜きやすくなるんだよ、こっちは。延命しないで、そんなに。頑張って延命しないでよ。さあ、どれでもある。そう、こういうね、先置きだとゴブリンドリル受けれるんですよ、前の。けど、これ入るくない？さあ、金髪のいいとこ取りで、幕を閉じましょう。いいね。えぐい。な、何に負けんだろうな。まあ、同系統ぐらいだと思うんですよね、負けんのは。が、まあ、相当、なんだ、ゴーストボンバーメガナイトラムライダーとか。やなめみたいな。なんか本当に、ガンメタっていう対策を通らないと負けない気がする。さあ、リゴレ、そんなん知らねえ、関係ない。あ、ヒーラー怪しいか。もしかして。ヒーラーやばいかもね。ポイズンだからさ。おや、もしかして。私のきついのはヒーラーですか。まあ、ポイズン話しちゃおう。ビビりました。いやー、でもこの防衛、なんで残ったあんた。やばすぎる。いや、なんでも止まりそうな顔がしね。おい、ゴールデンナーイ。うわい、やば、気持ちよすぎる。もう終わったっす。イーラーイーラーとか関係ない。ボンバーがドドスコです。いや、本当に使ってみてください。あ、待って、危ね、間違えた。サドンデスバトル勝利、なんかもらえたな。さあ、ここ勝ったら15勝かな。まあ、しょっぱなヤンキー怖かったら一旦後ろからでもいいんでね。ボンバー出しておけばすぐ進化もあるんで。いやー、まあこれポイズン打った方がいいね。うん、守るの大変な気がする。あ、これ、やばい、その、ゴールない。いやー、なんかこういうのよくわかんないの怖いっすね。親衛隊アチャ進化が次来んのか。でも関係ない、攻めちゃう、俺は。ポイズン打ちたいね。相手ゴブジャイとかいたらまた話が変わるっすよね。
怖え、なんかマジでマジアチャとゴルナインの普通に怖いね。あぶねー。いや行くけどちょっと怪しいよな。ボンバー一発、いやもう一発、いやキング起動とかね別にされていいからので、近畿できそうじゃね、逆にユニット相手しばかない作戦。いやロケか、寝てんね。いやまあちょっとだけ怖い試合してるんですけど、まあマジちょっとだけっすね。まあこれ親衛隊来るだろうな、一回待っていいね。おへえ、なんか事故りそうなカードいっぺん持ってんだよな俺の相手。走れ、え、これちょっとでかい、マジこのボンバーの削りが強すぎる、やばい。暇してるときはもうテスラでも置いとけ、ドリルが飛ばしちゃおう。いやマジ危ねえな、いや頑張って守ろう。俺のテスラがいかれてんだよ。うん、なんかすごい頭突きがすごい。あぶねえ、最強ゴルナ来た、でっけえ、ピンチ救ってんね。いやマジで危なかった、乗り越えたっすね多分多分ね、まだ乗り越えてないんか俺は、この絶望を。マジで怖すぎる、なんだこれ、一生来るんだけど、やばい、お危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。いやーなんかもーっとガンガンいってもよかったかもね。なんかスケ割れがちょっと怖かったんだよね。まあウッドがないからか、ウッドがないんでコカツ系とかもあんま引きたくないが、そんなん知らん、いってらっしゃい、はしまいドリルボンバー。コウモリ来ちゃった、最高、お、いい、え、勝ったなんで、いやーと、それだとちょっとはみ出るね。よしよし、まあディガー削りかな、バルーンだ、高回転バルーンだ、ちょっとやばいね。雪来るかな、フリーズ一応警戒するね。最悪まあ警戒しといて損はなかった、正直バルーンなんで、もこっからテスラトルネあるんで負けないはず。いやーもうこれだけで強い、テスラを突破できないんじゃね、相手ブラスターだし。さあまあタルババもあるが、こういうの最終無理やりトルネでいってもいいね。一発、あー入らないか、てかウォールブレーカーもあんのか、みかんさんデッキやん、え、みかんさんがさ、バルーンオールブレーカーみたいなの使ってたよな。絶対それだ。いや、マジ、でもテスラ取るね。どうやったら突破されんだ。テスラ残ってんだね。近畿できる。いや、いらねえな。硬すぎる。いやー、削りてえな、もっとガンガン。見抜きたいんだけどな。まあまあポイズン削りも悪くないだろう。いやこのなんか、なんかやだね今走ったらどう、進化をボンバーをあんま出してないの。これバルーンにさテスラ使った時のさ逆サイオールブレーカーがめんどいんだね、気づきました。いらんな多分、ちょっと怖いね、回しとくわ低コストで。コウモリもちょっとだるいね、ブラスターだから。
いやでもこういう攻めれるチャンスがあった時に一気に行ってトレードまでやりたいよね。さあ来た、これや、うい、いや全て帰る、やばすぎこれもうサーカス止まんねえもんな。でボンバーまで行ってやばいよね。ボンバーが入る。さあ後半のこのもうドリルポイズンボンバーボンバースケーファイスピーみたいな、もういや無限よね自分がミスしなきゃ負けねえぞ多分。さあ回して回して回して、いやこの手札やだな、暇すぎる。いやこういう手札の時ちょっとないですよね、ガンガン行きたいのに。いやこれ今回の相手でもねちょっと特殊だね、デッキが遅延スケラかな。いやボーラーバルーンだ多分、ボーラーバルーンフリーズじゃない、いや絶対そうだね。いやなんかめっちゃ帰ってってんな。いやまあでも結構入ってるからいいでしょ。いやーバルーンでもおぶね、怖っ、ビビったの今。さすがにテスラが最強だと思うんだよな、スケラの可能性あるこれ一応。ギリギリあるか、まあでもテスラ三兄弟、あー走っちゃった、タルボサクヤンボンバーですこれマジインチキすぎるくない、回転早すぎるよいややばいな、やばいんだよ、なんか暇な時にできることがいっぱいあるのがいいっすよね。やっぱ2倍タイムだし、どん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 コストを割かないといけないのに、手札詰まっちゃったかないから、テスラ置いとく、ボンバースケファイスピー後ろの方にとりあえず出しとくができるから。え寝てる、あっつー、無料や普通に美味しいわこの勝利数だったら。ナイス、さあ18勝無敗っすね、20勝無敗きてえな。まあ、ボンバードリルファイスピン、これはね徹底ゴリゴリやっちゃうんですよね初手からね。え諦めではねえのか、なんで今の金起動、うわ諦めてほしかったな、ではないと。まあでもここ行きたいよね、横に飛ばそうかな、さナイト下がっていくでしょ。いやワンチャンスキラの可能性あるな、いやこれボンバー歩いたら、うん歩けないか、え相手のデッキなんだ、スケラだったらちょっとやだね、スケラか、うんスケラマジポイズン、スケラだけね本当にだいぶ負け筋のデッキです。うわスケラやばいなこれ、やばい、ちょマジやばい、やばい最悪だこれ、終わった、ああああ、あボーポやる一応、いやマジでグロ、この状況でも攻める俺はアホだから、ポイズン打てない、いや待って耐えたぞ、いやこれユニット絶対ナイトとかで受けてくるんで射抜きたい、それをポイズンは打っちゃダメ、あれものすごい打ちたいけど打っちゃダメです。えこの豚マジ負け筋か、やべえ、いやーテスラ強くて助かった、いやマジでよく耐えたっしょ、いやさすがにこのダメージでは負けないやろと思いながら
いやボンバーもいいよ。いやはみ出てる。ボブ耐える。うわーマジ怖すぎた。もうちょっと怖い。危ねー。危ねえ。いやマジ怖え。最後ポイス打つのも本当にやったかと思ったわ。いやーまあスケラね、そうなんだよね、スケラがねブラスターだから怖いのよね。さあこれ勝てば20勝無敗だ。行くっきゃない。いやー手札今すぎる。まあ回して回して、うわーこの感じ。相手もドリルっすね。ポイズン打っちゃう。いや違うロイジャイだ。やべ、いやまあさすがにギリ耐えれるか。行って行って行って、待って、やばー、入りすぎた、入りすぎた。なんか思ったよりなんか残ってたな。いやこれでも相手ヤナメと、いや耐える。いやーまあ耐えまして、スケトラが強すぎんなこれ。でこのやりすぎトリネで俺は負けると怖え。いっちゃってもいい。いやポイズンこれやりすぎだけど打っちゃってもいい。で一回冷静に守るわこれ。そうね、あのスケドラが邪魔ではある。いやブラスターだから止まるね。よしよし。いや痛いけどこんぐらいはいい。ゴッサイト熱い。いやスケルトン嫌だな。やばい、なんで止まってない。そんな、いや待って相手もさ結構これ困るくない。熱い。トンネル下げてここのボンボ、え、やばすぎる。そのボンボ入ったの、うわい、危ねえけどこんなこともできます。オシャンティドリルからのトルネで下げてのボンです。さあ20勝無敗できますね。こちらの何ゴールナイ始まりボンバードリルチンパ、皆さんもねぜひサドンデス大会こちらでやってみてください。ではお疲れ様でした。またね。